皆さんどうもこんにちは、にわにわチャンネルのデシと申します。いつもご覧になっていただきどうもありがとうございます。今ですね、マレーシアのカラルンプールからお届けしておりますが、今日はですね、なんと冬のような感じでございまして、まだ28度ではあるんですけれども、雨がずっと降っていて、すごく寒く感じております。こんなお天気なんですけれども、私はイギリス人のように傘なしでお出かけして、どうしても買いたかった日本の食品がありますので、その5つの私が欠かせないアイテムをぜひご紹介させていただけたらと思います。今日はドン・キホーテで買い物をしに来ました。もしかしたらサモラチャンネルの方でこの前ドン・キホーテについての動画をご覧になっていただいた方もいらっしゃるかと思いますが、今回の動画では私の個人的な買い物ですね。もう本当に、こんな雨の中でもお出かけしてどうしてもしたかった買い物のことをぜひご紹介できたらいいなと思っております。ではご覧ください。家に帰ってきたらやっぱちょっとたくさん歩いて来ましたので、ちょっと暑くなってきたんですけれども、自分が住んでるところからすると遠くまでに行って買い物したかった日本の食品を紹介させてください。5つしかないんですけれども、特別な順番は先順位はないんですけれども、まず無せんべいですね。一番最初の商品となります。無せんべい、これはドン・キホーテで売ってるんですけれども、すごくもう作りやすい、洗わなくてもいいし、一回おにぎりとかを作ると、そうですね、1ヶ月ぐらい買い物しなくてもいいし、美味しいし、単純にもう作りやすい、おにぎりを結びたくなるときに、こういうのを簡単に炊いて、おにぎりを作ります。そして、いきます。2番目と3番目は2つ目と3つ目は両方ともこの先ほどのお米と関係あるんですけれども、それもすごく大事です。普段はこれとちょっと違うもの、雑穀を10種類の雑穀が入っているものを買うんですけれども、今日は売り切りとなってましたので、これを買いました。はい、これも絶対にお米を炊くときに中に入れます。次は梅じそですね。おにぎりを作るときに使うもの。おにぎりに関して今まで手で作ってきたんですけれども、日本人の友達にサランラップを使っておにぎりを作ることもできると、最近そういうことに気づいてきて、いつも炊きたてのお米を使って結んでたから、すごくいつも手がね、もう熱いって思ってたんですけれども、サランラップを使うと手がすごく熱くはならないし、いいアイデアかと思いました。この2つですね。で、次は何でしょうか。次はですね、はい、次はこれとなります。これがですね、スティームアイマスク、
スティームアイマスクとなりまして、前これを使ったことがあって、本当にもうこれ使うとすぐ寝れますし、あの目に温かみを感じて、あのすぐに寝ることができます。なぜか朝もっと簡単に起きることができるというふうに感じました。最後になんですけれども、最後のものは冷蔵庫にあります。持ってきます。フール、今はドン・キホーテの中でフールフールというコンセプトがあって、これですね、スノーウラビットというものでして、今ちょっとこれがですね、方向がこんな、スノーラビットです。はい、でこのスノーラビットなんですけれども、多分パンナコッタ、これはですね初めてですが、こういうフルフルっていうコンセプトは面白いなと思って、可愛いなと思って食べてみたいと思って、それで買ったんですけど、じゃあ頭からいきましょうか。わあ、これはきっとパンナコッタの味かと思うんですが、あ、やば、うん、なんかフルーツ、桃が入ってます。お箸で食べにくい。お、なんかプリンみたいなもの、これは面白いですね。結構好きです、好きですが、食べ方はちょっと難しいかもしれないですね。うん、フルフルでこういうもの、うん、美味しいですね。うん、新鮮でフレッシュですね。しかも可愛い。これは初めて食べました。うん、美味しい。まあ美味しくてすぐ完食します。ごちそうさまでした。美味しかったです。これは改めまして、フルフルスノーラビット。なんでしょうね。ちょっと手がベタベタしていますので、これからちょっとシャワー浴びて、これを使って寝ようかと思います。では皆さん、この5つのものは私が、まあ、この今日雨の中で歩いて買いに行きたかったものでした。皆さんのもし5つのものだったら何が欲しいでしょうか。では最後までご覧になっていただき、どうもありがとうございました。次回お会いしましょう。